叩いてかぶってじゃんけんぽん。どうも、テコです。今日はですね、この叩いてかぶってじゃんけんぽんのガチンコ対決をしていきたいんですけども、このゲーム実はですね、究極の心理戦って言われてるんですよ。確かにね。そうなんですよ。これはですね、じゃんけんで勝ってですね、勝った方が叩く権利を得て、負けた方は守らないといけないといったゲームなんですけども、じゃんけんをして、かつ、二択を迫られるといった、これはもう本当心理戦としてですね、これを叩いてかぶってじゃんけんぽんを制するもの、心理学を制するって言われてるんですよ。マルチタスクではあるね。そうなんですよ。マルチ、だからこれノート取りながら やれたらいいんですけど、ノート取りながらやれないんで、ノートだけで叩かないといけないんですよ。なるほど。そうなんですよ。これ、いいですか、うん、叩いてかぶってじゃんけんぽん。楽しいですよね。そうなんですよ。ただですね、最初じゃんけん勝つとですね、勝率9割ってことは分かる。これ難しいな、意外と。そうなんですよ。叩いてかぶってじゃんけんぽん。ああ、どうだ。ガチンコなんですよ。これ、へえったらしいですよね。そうなんですよ。白熱すると思ったらもう一瞬で負けちゃったんですよ。はい。ってことでね、心理学を制したのは大悟さんってことが分かりました。これで、そうなんですよ。これ皆さんもね、ぜひぜひ叩いて食べてじゃんけんぽんね、やってみてください。というわけで皆さん、またお会いしましょう。バイバーイ。ざわざわ。でも一番受けてましたね。あ、よかったよかった。3連敗してるところが素敵だな。あ、いやいやいや、わざとじゃないんですよ。ちゃんと勝ちにいってるぞ。すみません、ありがとうございます。いや、もう7連敗ぐらいですね。で、ババ抜きの動画見ていただきましたが、あれももっと負けてますもんね。カットされてますけど。実際5連敗ぐらいしてて、ババ抜きとか心読まれると、本当丸裸にされると、めちゃめちゃ。このまねしてられなくなる。してられないですもん。逆にだから分かりやすかったら、マルチタスクになってるから、モノマネしながらババ抜きしようとするから、モノマネが雑になってきたらそこに情報が。逆に分かりやすい。本当に心を犯された気分になりましたもん。不思議な。なんかやばい、なんかその、メイヒラ女子がさ、タレントを告白するときみたいな言い方。物理的にはされてないんですけど、心を犯されました。心を犯されました。ババ抜きで犯されました。はい。心を犯されたって気分っていう単語を、ね、よく使うのはあれだからね、もうメンヘラ女子とゼニガタ警部しかいない。ゼニガタさんもちょっとメンヘラなんで、ね、あなたの心を盗んでいきましたって。あ、映画のクリオストロの、ね、有名なセット。いやすごい、ちょっともう本当に勝ちたかったですけど、すいませんね、本当に皆さんね。これ長さは分かんない。僕は大丈夫、僕は大丈夫です、はい、ちょっとね、ちょっとまたお会いしましょう、はい、バイバーイ。叩いてかぶってじゃんけんぽん。